黒川市は中華人民共和国国立交渉に位置する地球市。小北部のアムール川の岸辺にあり、対岸のロシア連邦アムール州を望む北辺の町である。中心街、黒川市は国立交渉北部の国立公沿岸に位置し、358キロに渡る国境により、株行政区画である愛輝き区、孫後県城、孫勝県城がそれぞれロシアと接する。 アイ・カガヤキ区の対岸は、ロシア極東地区第三の町で、アムール州州都のブラゴベシチェンスクで、その距離は、わずか750メートルである。この地から、西南部国境の雲南省補山市アグリ小市まで、地図上で引いた線を、黒川、アグリ小線と称し、中国の人口分布の極端な偏りを示す、線とされている。黒川の旧称は、満州語で、水点を意味する。 本である。1858年には、新朝とロシア帝国の間の国境策定条約である愛軍条約が締結されている。黒川に行政区画が設置されたのは新朝である。ロシア勢力の南下が進む中、新朝は1683年12月13日に国立港左岸級、根性に国立港将軍我門を設置、1685年に、 国旅高雨岩新、根城に移転、さらに1690年には住しかねに移転、コンフクトトールスが新、根城に設置され、現在の黒川自然域を管轄していた。中華民国が成立すると黒川未知の管轄とされた。満州国成立後は1934年12月1日に黒川省が設置されている。 満州国法会後は1945年11月19日に黒川地区行政弁事どころが設置され、ノンジャン省の管轄とされたが、12月14日には黒川地区行政弁事どころは国流交渉に移管されている。1946年9月7日、黒川選区が成立、翌年には黒二葉両省の合併により、黒丼省へと移管された。 1947年2月7日、黒川選区は第5選区に解消されたが、黒ドン省解体に伴い9月17日に再び黒川選区に改編されている。1967年4月に一時期黒川地区革命委員会と解消されたが、1979年2月8日に黒川地区行政交渉に改編され、さらに1993年2月8日に、 黒川地区は地球史の黒川市に改変され現在に至っている。中華人民共和国の行政区分を参照一し、かつく3県究4、2県を管轄する。黒川地区、編集黒川市、編集アムール川の中洲、大黒川島は中路辺境貿易の基地となり、黒、川口岸を通して、対ロシアとの貿易が活発に行われ、市内には、 国家級経済開発区が設置されている。中華人民共和国の高速鉄道を参照。中華人民共和国の鉄道を参照しないの繁華街は中央街などでバスタクシーなどが利用できる。国道観光地は地球の歩き方、大連、信用、ハルビン、東北地方の自然と文化2007、2008。ありがとうございます。